ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。これも懐かしいな。あ、これも懐かしい。何が懐かしいの？霊夢か？部屋の掃除をしていたらこんなものが出てきたんだ。これってガラケー？そうなんだぜ。昔使っていたガラケーがたくさん出てきたんだ。どれも年季が入ってるわね。思い出がたくさん詰まってるんだぜ。それにしても、魔理沙は変わったガラケーをたくさん使ってたのね。まあな、当時は珍しい携帯をあえて選んでたからな。確かに、昔は個性的な携帯電話って多かったわよね。デザインとか機能とかメーカーによって全然違ったんだぜ。それじゃあ、今日は少し変わったガラケーを振り返ってみようかしら。私が使ってた携帯も紹介してほしいな。ちなみに、このチャンネルでは日常の気になること、歴史などをジャンル問わず紹介していくわ。気になる方はぜひチャンネル登録してね。よろしくなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。早速なんだけど、魔理沙は当時使っていたガラケーってメーカーにはこだわりとかあった？そうだな。昔から携帯電話にパスワードかけてたから、指紋認証ができた富士通とかを結構使ってたんだぜ。なるほどね。当時は指紋認証といえば富士通ってイメージだったわよね。今と違って、当時は日本メーカーが日本国内の携帯電話シェアの大半を占めてたくらい、携帯といえば国産って時代だったわね。ちなみに当時はどこの会社が携帯電話を作っていたんだ？そうね、当時だと大手で言えば、三菱電機、富士通、シャープ、NEC、ソニーエリクソン、東芝、パナソニックかしら。今と違って海外メーカーは少なかったんだな。そうね、でも LG やサムスンとかもシェアは高くなかったけれどガラケーを国内向けに作ってもいたわ。海外メーカーのガラケーってあまりイメージが湧かないんだぜ。それじゃあ、本題のガラケーの紹介をしていくわね。まず、一機種目は知っている人も多いと思うけれど、2003年に au から発売されたインフォバーね。知ってるんだぜ。赤と白の色とストレートデザインの携帯がオシャレだったよな。そうね、デザイン携帯の先駆けとして注目を浴びたのがインフォバーなのよ。この携帯電話はデザイナーの深沢直人さんがデザインしたもので、カラーバリエーションには錦鯉、市松、ビルディング、杏仁の4種類で出ていたの。やっぱり錦鯉は今でもオシャレなんだぜ。インフォバーは今でも au から新作が出るくらい根強い人気があるくらいだからね。それに、この初代インフォバーはグッドデザイン賞を獲得してたり、ニューヨーク近代美術館のMOMAにも収蔵されるくらい国内外でもデザイン性が評価されたの。今でも使ってみたいと思うんだぜ。次はこちらのガラケーね。スライド式の携帯電話だな。確かに赤色で斬新だけど、そんなに変わった感じはしないな。この機種はソフトバンクから発売された、913SHG タイプシャーという機種なの。シャーってあのガンダムのやつか？そうよ、この色はシャーをイメージしたカラーリングなの。なるほどな、そう言われると、それっぽく見えてきたんだぜ。この携帯の一番の特徴は本体ではなくて充電台なの。充電台？そう、充電台よ。これを見たらわかると思うわ。なんだこれ？めちゃくちゃでかいじゃないか。これはシャア専用ザク型の充電台なの。本体を置いて頭部を閉じると実際に物合いが動いてるように見えるという演出もついてたの。ガンダムファンなら絶対欲しかったんだろうな。そうね、当時も売り切れが続出したらしいからね。続いてはこちらの携帯電話ね。ドコモから発売された F04B。これもスライド携帯だな。でも、見た目も黒色だし特に変わった感じはしないな。それじゃあ、これを見て。なんだこれ、画面とボタンがバラバラなんだぜ。そうなの、これはセパレート携帯と当時は言われていて、画面とボタンが分離するの。さらに、特徴的なのが結合した状態だと普通のテンキーなんだけれど、分離されるとパソコンと同じようなクワティキーが登場するの。これはすごいな。でも分離すると何ができるんだ？そうね、例えば画面側にカメラがついていたから、分離した状態で遠隔操作でシャッターを切ったりとかかしら。なかなか使い勝手が難しそうだな。確かにね、でも何に使うかわからないような機能がついていたのが当時のガラケーのいいところでもあるわよね。そうなんだぜ。これぞ変態携帯って感じだもんな。当時はドコモが変わり種のガラケーをよく出してたわね。同じドコモからこんな携帯も出ていたんだけれど魔理沙は知ってる？見た感じは、さっきのセパレート携帯に似てるな。でも、見たことはないな。この携帯電話はパソコンが手のひらサイズにというキャッチコピーで発売された、富士通の F07C なの。パソコン。当時は Windows モバイルという携帯向けの Windows が搭載されたビジネス向け携帯が販売されていたんだけれど、パソコンと同じことができるわけではなかったの。
手のひらサイズの機械だから同じことができるわけないんだぜ。でも、この機種はそれを実現した機種なの。なんだって。この機種は携帯モードと Windows モードで切り替えができて、Windows モードにするとパソコンと全く同じ Windows が起動したの。全く同じってことはソフトとかもインストールできたってことか？そうね。でも性能的には携帯サイズに詰め込める限界があったから、スムーズに動くとは言えなかったみたい。でもすごくロマンがある携帯なんだぜ。ロマンは確かにあるけれど Windows モードだと2時間で電池切れしちゃうから、基本はガラケーとして使う必要があったみたいよ。ちょっと、性能面での変わり種が多かったからデザイン面で変わったガラケーも紹介するわ。次に紹介したいのはこれよ。あれ、霊夢、携帯とリモコンの写真間違えてるぞ。マリサ、これはガラケーよ。これがガラケーなのか？そうよ。これは au から発売された簡単携帯 S という機種なの。なるほどな。簡単携帯ということは年配の方がメインで使う携帯だもんな。この機種は液晶や余計なボタンを排除した本当にシンプルな携帯電話だから、固定電話しか触ったことのない年配の方でも安心して使えそうよね。そうだな。でもリモコンと間違えてボタンをしちゃいそうなんだぜ。そこは注意して使わないといけないかもね。続いては持っている人はかなりのセレブな携帯電話を紹介するわ。セレブ？ダイヤモンドでできてるとかじゃないだろうな。違うわよ。その機種がこちら。3機種あるんだけれど、宇宙へ行く時のハンドバッグ、私の犬のリンリン、ドッツオブセッション水玉で幸福いっぱい、という機種なの。機種名もすごいけれど水玉模様の主張が強すぎるぜ。この携帯電話は世界的にも有名なアーティスト草間彌生さんがデザインした携帯電話なの。草間彌生さんは知ってるんだぜ。確かに水玉の作品が多いんだよな。ちなみにこの携帯の値段はいくらするんだ？100万円よ。100万めちゃくちゃ高いんだぜ。携帯電話というよりはアート作品を買うという感じに近いのかもしれないわね。各機種100台ずつ販売されたらしいんだけれど、全部売れたのか不明なの。有名アーティストの作品だからきっと売り切れたんじゃないか。そうかもしれないわね。今の機種はさすがに一般向けじゃない価格だけれど、一般向けに販売されたデザイン性の高い携帯といえばこれなんかどうかしら。全部透明なガラケーか？めちゃくちゃかっこいいんだぜ。これは2010年に au から販売された X-ray という機種ね。これは有名なデザイナーの吉岡徳仁さんという方がデザインをした携帯なの。この携帯電話も有名なデザイナーとのコラボなんだな。当時の au は au デザインプロジェクトと呼ばれて、誰でも知っているような著名なデザイナーたちにガラケーのデザインを依頼していたみたいなの。この X-ray は説明不要なくらいシンプルかつ斬新なデザインね。そうだな、スケルトンの携帯って意外と少ないから逆に斬新でいいな。シンプルではあるんだけど中のメニューも吉岡徳仁さんがデザインに携わっているから、外見と中身が一体のデザインとなっている点も見逃せないわね。それにしても日本は癖の強い携帯が多いんだな。まだまだ紹介しきれないくらい斬新な携帯は数多く出ているんだけれど、時間的に長くなってしまうから今回はここまでにしとくわね。もっと見てみたいのに残念だな。もし、続編を希望の方がいれば第2弾もやろうかしら。この動画の評価やチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。